はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、 LINE アットに月150人集客をし月商130万円売り上げた秘訣ということで、伊藤さんと一緒に動画を、ね、撮っていきたいと思います。森さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、まず最初にね、実は伊藤さん今回2回目の、ご出演ということなんですけども、はい、お名前は伊藤さゆりさんと。はい、そうです。はい、現在のご職業はどういった活動をしていますでしょうか。はい、私はこれからね、起業をしていきたいというね、女性起業家に向けて、うん、まあ、起業のやり方だったりとか、うん、あとは SNS を使った集客方法をお伝えするというプログラムを販売しています。あ、なるほど。じゃあ、まあ、女性起業家さん向けの起業支援、集客支援をもう行われていらっしゃると。はい、はい、ですね。うちの学科に入られてから今どれぐらい期間が経ってるっていう感じですかね。ですね、私も確か5月ぐらいだったと思うので、うんうん、5、6、7、8、9、10、6ヶ月経たないかぐらいですね。あ、はい、あと6ヶ月経ってないかぐらいと。はい、わ、はい、かりました。ちなみにうちの学科を一番最初になんか知ったきっかけっていうのはどこで知っていただいた感じですかね。そのは広告ですね、インスタグラムで広告を見つけて。なるほど。それで知りました。インスタ広告で知っていただけたっていう感じですかね、うん、はい。でも早速どれぐらい実績が出たかってところをちょっと聞いていきたいなと思うんですけども。はい、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 10月の今後半になってるんですけれども、うんうん、まあ、今の時点で131万円ですね。131万円の売り上げになってます。うんうん、131万円。まああと数日あるんで、もしかしたらもうちょっといくかなっていう。そうですね、まだセミナーの日程もあるので、うんうん、ちょっとしたらもうちょっと上がるんじゃないかなっていう感じもします。うん、なるほどですね。確か前回1回目の動画を撮らせていただいた時から、まあ、売り上げってかなりうなぎ登りでガッと値上がられていると思うんですけども、前回確か動画撮った時ってどれぐらいでしたっけ、月商で。41万円だったと思います。そうですね、41万円から本当1ヶ月2ヶ月経たないうちで、まあ、月商で131万っていう伸び率と、はい、そうですね、うん、はい、いうことでですね、このちょっと成功の要因っていうところを聞いていきたいなと思うんですけども、はい、まず前回と何か違う点ですね、これを意識してやったとか、そういうものがあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、はい、やっぱり意識したことは勉強したことをやっぱり繰り返し学ぶっていうことをやりました。うん、繰り返し学ぶ、なるほどですね、はいはい、例えばどういう。はい、SNS アカデミーの方では動画ってもらえると思うんですね、その時の、うんうんうん、実践会の動画をアップからもらえるので、それを何度も聞き直したり見直したりして、うん、でやっぱり気づくのが、こう1回目全部分かった気になってアップできると思うんですけど、うんうん、まあ2回3回聞いてみると、あれ、こんなこと言ってたっけとかいや、めっちゃありますよね、それね。あるんですよね、うん、で、そう、それに気づいて、あ、じゃあここ直さなきゃって慌てて直して、うん、で、まあ、本当にその直し方でいいかわからないので、サポートメールの方でちょっと聞いたりとか、サポートラインの方ですね、お聞きしたりとかして、ちょっとこういうところができてないってことに気づいたんですけど、こういうふうに直そうと思うんですけど大丈夫そうですかとか、何かアドバイスがあって聞くと、うん、本当に的確な答えをいただけるので、うんうん、じゃあまず直しましょうとか、じゃあその後はここを直していきましょうっていうことを教えていただけるので、もう本当に全部自分で考えるとわけわかんないんですけど、やっぱり、うん、動画を見直して気づいたことをこう自分なりに改善して、で大丈夫か確認を取るっていう感じですね。なので、まあ、PDC が早く回せるようになったかなとは思いますね。PDCA が早く回せるようになったからと、はい、まあ、結局やっぱビジネスでね、成功するためにやるべきことって結構決まってたりはするんですけど、それをね、いかに早く改善するかどうかで、結局3年かけて成功するのか3ヶ月で成功できるのかっていう違いなだけなんで、うんうん、ようになったと、はい、なるほどですね。ちなみに今ね、LINE アットも1日、まあ、1ヶ月間で150リストぐらい集められてるってことなんですけども、はい、流れとしてはどういうふうにして LINE アットに お客様を集めて、でそこから販売までつなげているっていう全体の大枠も可能であれば教えていただけたらなと思うんですけども、うん、まず LINE アットにこう人を集める方法として私は2つの方法をとっていて、まあ、1つはインスタグラムですね、うんうん、インスタと、もう1つは広告を使ってます、うんうん、SNS の例えば Facebook とあと Instagram、うん、両方買ってる感じですね、うんうんうん、広告は最近始められたって感じですかね。そうで
ですね、少し前にこうテスト的な感じでそのアカデミーで教わった時に、うん、もうその時からやり始めてはいたんですけど、うんうん、まだ最初の段階って全然お金がなかったので、うんうん、テストでしか使えなかったんですけど、最初のこの売り上げが上がった時にその、売り上げは全部広告費に回したんですね。あ、素晴らしいですね。そうするとそこからまた人がバーッと入ってきて、その中からじゃあセミナーに来てくださる方が増えて、でそのセミナーに来てくださった方の何割かが実際商品の購入につながっていったという感じですね。なるほどですね。まあなんか最初は本当無料集客でコストをかけず売り上げを上げて、そのお金の一部で広告をね、まあ、使っていくっていう、もう王道のやり方で売り上げを大きくされたと思うんですけども、はい、これでまあ実際 LINE アットっていうのが1日あたりどれぐらい入ってくる感じですかね。1日あたりだいたい平均すると5人ぐらいですね。平均5人ぐらい、うんうん、はいですね。すごいですね。まあ、1日毎日ね、5リストぐらい入ってきたら結構安心感というか、すごい安心です、ね、結構ありますよね。はい、なるほど。でそこから LINE アットからはどういう風な流れで。そうですね、LINE アットからは、まあ、本当に私も自分で勝手にね、シナリオとか決めてもどうせうまくいかないので、それこそ本当に教えてもらったことと、あとやっぱり上手い方のモデリングとかをしながら、まあ、配信を作っていて、で、まあ、その配信も本当に1ヶ月に1回ちょっと作るぞって決めたら作るみたいな感じで、本当それをどんどん自動で流していって、最終的にこうセミナーに来てくださいというような仕組みがなんか勝手にできているっていう感じがしますね。ああ、もうじゃあ LINE のステップでそこからもう、あ、そうですね、ステップを使わせてもらってます。だからもう Zoom セミナーと。はい、そうですね。やっぱね、要になってくるのって、やっぱ今売れてるってことは、この LINE の配信のね、スケジュールとか、シナリオ自体も結構やっぱりいいっていうところだと思うので、ここもあれですかね、結構伊藤さんの中でも改善したりしました。ちょっとシナリオのここ直してみようとか。はい、私はやっぱりその LINE の配信があんまり多分上手だったみたいで、もう本当最初3ヶ月ぐらいに全然反応がなくて。ああ、そうなんですね。まあ、私一番辛いとこでしたね。てるんだけど、なかなか反応がなくてっていう時に、やっぱりサポートラインの方には本当助けていただいて、うん、まあ、こういうふうに送ったんですけど反応がなかったんですけどっていう、もうスクショとかを送ってはフィードバックをもらって改善して、もう本当その繰り返しだったんですけど、なんか今ではなんかどこが悪かったのかなとかって振り返ると、あ、ここかなっていうのは分かったりもしますし、うん、あと私は過去に配信したやつを全部残しておいてるんですよ。本当ひどいなこれはみたいな。本当にわかんないですよね、素人だと。いいと思って、まあ、自分では良かれと思って書いたんだけどっていうね。ありますよね。本当そうですね、はい、なるほどですね。いや、じゃあ実際にまあこれでね、Zoom と今 LINE を組み合わせて売り上げをまあ安定させていらっしゃると思うんですけども、はい、うちのなんか学科に、はい、ということでちょっとね、動画が途中で切れてしまったので、ここからね、ちょっと再スタートという形で撮っていきたいなと思うんですけども、さっきですね、まあ、うちの学科に、入る前と、まあ、入った後での、まあ、一番やっぱ劇的に伊藤さんが変わった点であったりとか、まあ、心境の変化とか、まあ、そういったところもちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、うちの学科に入る前っていうのは、ビジネス面的に特に集客とか、まあ、売上面とかでいうと、どういう状況だったんですかね。もうほとんどない状況だったので、売上ほとんどない状態と。そうですね。で、もともとFacebook を使って集客をしていたときはうまくいってたんですけど、うん、ちょうど出産とか子育てがあって、少しブランク空いちゃったんですね。うんうん。で、その時に、もう本当にFacebookあんまり集客できなくなっちゃっていて、うんうん。これちょっとまずいなと思った矢先に、こう、インスタグラムがなんか良さそうだなっていうことを思って、いろいろ探したときに、修二さんの広告を見てたっていう感じで、うん、なんかそれをきっかけにここまでこう半年で変わることができたので。あ、なるほどですね。もうこれからインスタっていうところで、まあ、たまたまインスタでうちを見かけていただいて、はい、はいはい。やっぱ実際集客がなかなか、まあ、できないとか、リストが取れないとか、売り上げが安定しないときっていうのは、結構心理的にはどう、結構どんな感じでしょう。不安でしょうがないですね。あ、不安でしょうがない。取れるかによって本当に来月ご飯が食べられるかっていうところまで関わってくると思うんですよね、うんうん、なので、まあ、どうしようリストが今日も取れないってなってくると、本当に、ね、やっぱり自分の家族もいますし、ね、やっぱ困ることいっぱい起きてしまうので、うん、やっぱり不安でしょうがなかったかなと思いますね。そうですよね。
実際にじゃあ逆に今の心境ってどんな感じですかね、当時と比べると。そうですね、あの本当に当時だけれども、あの安心感がすごくありますね。あ、安心感、はい、でやっぱり安心感があるとやっぱり心に余裕ができるので、うん、家族にも優しくできますし、うん、で私がやっぱ一番こう、あ、よかったなと思うのは、そのこれは高いから買えないとか、うん、これは安いからなんとか買えるけどとか、その物の値段で物を買うか買わないかとか、やるかやらないかとかなくて、自分がやりたいかやりたくないかとか、それが食べたいかとか、その自分がこうしたいっていう気持ちで物事を判断できるようになったっていうのがすごく一番嬉しいかなっていうふうに思いますね。それ結構大きな変化ですね。大きいです本当に、はい、なるほどですね。じゃあ最後に、まあ、今後の伊藤さんのちょっと展望もちょっと聞いていきたいなと思うんですけども。そうですね、はい、やっぱり私はあのもう何年も自分がうまくいかずに、自己投資も私すごいたくさんしてきたんですね。もう自己投資も今までとも1000万ぐらいしていて、すごいですね。で自己投資1000万、本当にいろんなこと勉強してきて、うん、なのにそれをこうお金に変えられないっていうすごい悔しさがあったので、うん、やっぱり失敗したこともたくさんあったんですね、うん、なので、まあ、これからね、新しく自分で何か勉強してビジネスを始めたいとか、自分がやりたいことがあって、まあ、こういうね、人生に理想の人生を実現したいっていう方が、まあ、私みたいに遠回りをせずに、うん、あの本当にね、最短で理想の人生を手に入れていただくために、私がやってきたことすべてをね、お伝えして、まあ、幸せな方をいっぱい増やしていきたいなというふうに思います。素晴らしいですね。かしこまりました。まあ、誰かの、成功とか幸せをもう最短で叶えられる、そのアシストをしていきたいと、はい、いうことですね。かしこまりました。では最後にですね、あのこの動画を見てくださっている、視聴者の方に向けて、まあ、これから LINE アットを始めていきたいなとか、まあ、集客をちょっと学んでいきたいなっていう方でも、また一歩踏み出しきれないという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。で、まあ、その人たちに向けても何か一言 お声があればいただければなと思うんですけども、あのもう結論から言うと、本当に修二さんのところで勉強できるノウハウってもう絶対正しいので、もうあとは今こう小さな勇気を出して一歩踏み出して、そしてそれをね、こう自分を信じて続けていける強さだけで、もう結果って必ず手に入ると思うので、うん、もう本当にあのもしね、迷ってるのであれば、もうぜひその小さな勇気を出して一歩踏み出していただきたいなというふうに思います。かしこまりました。まあ、なんかそう言っていただけたらすごい僕らもありがたいんですけども、まあ、SYK であの学んだ方がいいよと。はい。はい、いうことですね。ありがとうございます。では最後にですね、あの、まあ、この動画をね、最後に見てくださった方、今回の伊藤さんね、LINE アットも概要欄にあの貼ってあるんですけども、あの、LINE アット配信ね、とても上手なので、まあ、ぜひね、皆さんもチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。で今回、あの、伊藤さんね、LINE 登録していただくと、人生を 120% 豊かにする強み100さんで SNS 集客術、ゼロスタートから始まる愛され企業5大レシピというですね、この、特典というのが、まあ、無料で、はい、はい、いただけるということですので、ぜひね、LINE アットにも登録してチェックしてみていただければというふうに思います。はい、またね、コントが少しでも勉強になったよという方は、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、ぜひしていただきたいと思います。それではね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。